どうした？大丈夫か？反逆者め、触るな。私は早く助けを呼びに行かなくては。反逆者？あなたはもしや冒険者？そうだよな。されさもなければお前たちを倒す。完全に俺たちを敵だと認識しているみたいだな。メディナ殿の指令があった以上仕方ないのでしょう。助けを呼びに行くと言ったな。一体何があった？反逆者どもに言うわけがない。でもそんな体で助けを呼びに行くなんてできるはずありません。取引です。なんだ。あなたはおそらく魔獣の討伐を命じられている。そうですね。その任務を遂行する手助けを私たちがします。私たちが応戦して魔獣を倒しましょう。しかし魔獣のいる場所を教えれば怪我の治療をします。教える。だから仲間を助けてくれ。アスナ、この人の治療を頼めるか？それじゃあ少し失礼しますね。それじゃあ俺が案内する。ああ、頼むよ。あれは、様のために。加勢するぜ。お前たちはメディナ様が言っておられた反逆者。今は同じ敵を倒す味方だ。あなたたちが命令を果たすべく手伝います。本当か？なぜ？今喧嘩してるけどメディナとは長い付き合いなんだ。話は後だ。こいつを倒すぞ。わかった。メディナ様のご命令を果たすためならば。キリト、カラントだ。ああ、悪いけど通してほしい。我らはカラントを守る使命を受けているのだ。お前たちに救われたことは認めるが、花を切ることを許すわけにはいかん。またですか？なあ、仕方ない。この花を切らないことにはまた同じような魔獣が出る。帰りが遅いと思えば、一体なぜその者たちと共にいる？メディナさん。メディナ様、どうかお許しください。私たちが相手にした魔獣は想定外に強く。怪我をした者がいて、その者に一旦撤退し助けを呼びに行かせたのですが、代わりに反逆者たちが来て。助けてあげたのに随分な言い方ね。仕方ないよ。あのメディナさん、怪我をした人たちなら治療しましたから。早く身を集めなくてはならない。はあ、ちょっと無視はないんじゃないの？もう
あなたたちとは関係がない。メディナ、このカラントを切らないと魔獣がまた発生する。もちろん分かっている。メディナはオルティナウス家当主として人々を導き民を救うんじゃなかったのか。今もそのつもりだ。魔獣は発生するたび冒険者たちに命令を下して倒させている。それを繰り返せば根源の花を切る必要などないだろう。その生命の実は最高司祭様の命の源、そしてカラントは再び復活させるための媒介。貴様たち滞在人により再び切られるようなことがあってはならないのだ。そのためにはどんな犠牲が出てもいいと思ってるのか。そこを解いてくれ、メディナ。どうして。人ではなく最高司祭様を殺した滞在人の天命を減らすことは禁忌目録に違反しない。そうか、完全に認識を変えてしまったってわけか。キリト君大丈夫？すぐに治癒するわ。メディナ殿、あなた一体どういうつもりですか。私の盾となれ、アリス様。あなたもどうか早く目を覚ましてください。一体何を。最高司祭様は氷教会の頂点です。そしてこの人界を救えるただ一人のお方。違います。最高司祭様はこの世界の人々を苦しめようとしている。一体それに何の証拠があるのです。私は確かに閉ざされた最上階に行き真実を目にした。整合騎士たるあなたまでもが騙されているなど信じられない。私は騙されてなどいません。あなたが何を見たにせよ人界に魔獣が解き放たれることを野放しにするような行為は間違っています。人を犠牲にしてまで魔獣を倒すことが正しいと思うのですか。あなたはそれほどまでに武功を立てたいのですか。アリス様、あなたは今何を信じ何のために戦っているのですか。最高司祭様を信じていないのだとしたら何を正義として戦っているのです。それはあなたに私の気持ちがわかるはずがない。完璧に美しく強いあなたに血を這いつくばって生きてきた者の苦しみを理解できるはずがない。何より聖豪騎士は最高司祭様にいつでも愛されてきた。愛されなかった者の痛みなどわかるはずがありません。それは違います。最高司祭様は我ら聖豪騎士を利用していたのです。あなたが冒険者たちを利用しているように。私が冒険者を利用している。あなたは仲間の怪我すら気に留めず目的を果たそうとしている。彼らを盾として利用するのすら厭わない。最高司祭様も私たちを手駒として利用してきました。今のあなたはまるで最高司祭様のようです。あなたたちから見た私の行動が間違っていようともはや構いはしない。あなたはあのハーシリアンというものに利用されています。私たち対策本部を信じてください。たとえ利用されたとしても構いません。私は再び最高司祭様に認められたいのです。私はただそれだけのために生きてきました。私の人生は一族の汚名を注ぐためだけにある。その目的が達成されなければ私がこれまで生きてきた意味は何もない。父上のためにも私は何を言われようと私は最高司祭様を復活させもう一度オルティナノスケの名誉を取り戻す。その邪魔だけはしないでください。ライトニング、皆の者、武器を捨て花を守れ。死んでも離れるな。メディナ、残念だがお前がどんな技を使って花を切ったかすでに聞いている。お前に
人は切れないはずだ。そうだな、その通りだよ。力があっても目的を達成する。たとえかつての仲間が目の前に立ちふさがろうと、やることは変わらない。メディナ、君が何を見たかは知らない。でも俺たちは、綺麗事は聞き飽きた。結局何もかも嘘だったのに。違う、頼むよ。俺が前に言えなかったことを話すから聞いてくれ。いつも結局同じなんだ。信じようとすれば必ず何か裏がある。何も信じることなどできない。お前のことは信じたかったのにな。信じてくれよ、俺はメディナのこと。どんどん落雷がひどくなってるわ。シータさんが。私も今はお前と戦いたくはない。見逃せって言ってるのか。それは逆だ。私が見逃す。もしお前たちがここを去らなければ、私は冒険者に今から自分自身を傷つけるよう命令する。エディナ、どうして。キリト、行きましょう。雷を放置しておくわけにはいかない。あなたの望み通りにしましょう。しかしメディナ殿、あなたに頼みがあります。何ですか。あなたと冒険者を信頼して、この地の魔獣討伐をお任せします。カラントを切らないがゆえに発生する魔獣を全てあなた方で殲滅してください。承知した。行くか。メディナさん。なんだ。無茶しないでね。余計な世話だ。はあ、話には聞いてたけど、メディナがまさかあんなことになっちゃうとはね。なんかすごくショックです。仲良くなれたって思ってたんですけど。いろいろと事情があるのは分かったけど、それでもね。お兄ちゃん、オルティナノスケの汚名ってそんなにも重いものなの？ああ、俺も学院にいた時メディナから少し聞いたぐらいだけど。アドミニストレータに大昔ある特別な任務を与えられていた。そうだったよね。ああ、そしてオルティナノスケは代々その任務に失敗してきたがゆえに欠陥品と呼ばれるようになった。でもあのハシリアンという男はオルティナノスケこそが救世主だと言ったわ。それはメディナ殿を操作するための虚言か、それとも。なんだ。あの者は本当にオルティナノスケについて知っている、ゆえに何かを企んでいる。ああ、その可能性があるな。今は調べようもないけれど。そうだね。とりあえずは峡谷に向かって進むしかないか。
お主らか、ここいらで竜についての情報を集めているというのは。ねえ、そうですが。あなたは。わしはただの年寄りじゃ、名乗るようなものではない。とはいえ、少しばかり竜の伝承に詳しいものでな。雷を止めようとする者がいるのであれば、その手助けをしようと、そう思って声をかけたのじゃ。なるほど。それならぜひ力を貸してほしいです。竜の伝承について大まかには聞いたのですが、雷を止める具体的な手段は見つけられなくて。竜の怒りを鎮める方法について語られている箇所が伝承の中に出てきたりしませんか？あるぞ。あるんですか？なんじゃ不満か。いやいや、まさかそんなあっさりと方法が見つかるとは思っていなくて。教えてください、おばあさん。いいじゃろう。竜は人々の崇拝に応え、この地で人々を守ることに決めた。そこまでは知っているか？はい、続きを。うむ。その際に竜は人間に一本の槍を与えたのじゃ。それは銀紫蘭の槍という。銀紫蘭の槍ですか？その槍は雷をまとっており、竜の落とす雷に呼応し相殺させることができるという。人々の存在を認め、彼らを守ると決めた竜は、自分の雷から身を守る術としてその槍を人間に送ったのじゃ。伝承通りであれば、その銀紫蘭の槍を使って落雷を止めることができると。伝承を信じるのであればじゃがな。それで銀紫蘭の槍はどこにあるんです？峡谷近くの遺跡にある。かつて竜を信奉する一族が
そこに安置したのじゃ。それじゃあ早速その遺跡に行こう。待つのじゃ。すでに放棄された遺跡とはいえ、銀紫蘭の槍が安置されておる場所、そう簡単には入れん。ではどうすればいいんでしょうか。入るためには三つの鍵が必要じゃ。それは西帝国の各地に散らばっておる。その鍵を取ってくるしかないの。三つの鍵ですね。わかりました。早速。待て待て、まったく落ち着きのない男じゃの。これを持っていけ。これは炭ですか。落雷でできたものじゃ。落雷？この地域では雷を神聖なものと捉え感謝するという風習がある。そこで落雷によって木からできた炭はお守りとして使われるのじゃ。雷を操る竜を信仰していた名残ですか。もちろんじゃ。今では竜の伝承も失われつつあるが、雷への畏怖と敬意は残り続けておる。さあ持っていくがよい。ありがとうございます。でもどうしてここまでしてくれるんですか。そうじゃな、わしは竜の存在を信じたことはないが、幼い頃から聞かされていた竜の伝承が大好きじゃった。落雷で人々が竜を恐れ嫌ってしまうのが嫌なだけじゃ。子供の頃の思い出が怪我されるようでな。わかりました。必ず雷を止めます。頼んだぞ。そして俺たちは西帝国のどこかにあるという鍵を探すこととなった。